はい、本日はですね、ノースフェイスのジップインジップシステムについての動画を撮っていきたいなというふうに思います。まあ、かなりマニアックな動画になってですね、ノースフェイスっていうブランドでくくっただけじゃなくて、それの中のジップインジップシステムだけに焦点を当てるという、これは誰が見るんだと、こんなコアなとこ好きなやつがおるんかというふうになるんですけど、たまに質問いただくんですよね。ジップインジップシステムについての質問とかいただくんですけど、僕正直そんな分からへんし、とりあえず物持ってるだけやからよう分からへんってこともあったりはするんですけども、そもそもね、ジップインジップシステムなんですのというとですね、まあ、こういったねジャケットの中にこういうフリースとかダウンジャケットのガッチャンコできますよという、まあ、ガッチャンコシステムのことをジップインジップシステムというんですね。だからいつの時代もですね、やっぱ男の人っていうのはなんでか知らんけど連結したがる。すぐに連結がいい、連結って言ってですね、ちょっとだけちょっとだけって言ってすぐ連結するんですけども、まあ、そういったあの男子に好かれるようなジャケットといいますか、まあ、そういったシステムが搭載されているというのがジップインジップシステムなんですね。でそれだけにフューチャーした動画ということで、 YouTube 上探してもジップインジップシステムについてこんだけ喋ってるとかってあるんかっていうぐらい疑問には思うんですけども、まあ、やっていきたいなと思います。で一応まあ今日の流れとしてはですね、ジップインジップシステムを正規で行われてるインナーっていうのがこの2着だけなんですね。だからこの2着だけやったかな、他にあったかな分からんけど、この2着僕は持ってるんですね。だからこの2着を1回つけてみて、で次に他にも代替えができるってことで、ノースフェイスやったらヌプシジャケットとかデナリジャケット、これも両方持ってるので、これも実際試していきたいなと思いますし、その次にはですね、ノースフェイスの店員さんに実際電話で聞いてみて、ジップインジップシステムって何ですのとか、そもそも意味あんのとか、誰が使ってんのとか、どういう人に向いてんのっていうところをですね、実際聞いていって、まあ、そちらの映像を見てもらいたいなというふうに思いますので、まず一番最初はこちらのジップインジップシステムが正規で行われるマウンテンジャケットというジャケットにこのフリースとダウンジャケットを引っ付けていきたいなと思います。はい、それではジップインジップしていきましょう。ではですね、まず一つ目がこちらバーサミットフリーズ、これはちゃんとあの正規のやつですね、開けていきたいなと思いますが、ちゃんとマウンテンジャケットも開けるときは男性の皆さん分かってますよね、ゆっくり開けてあげてください。そんな激しく開けてあげたらダメです。ゆっくりと開けてあげる、ガーンと開けてあげたらちょっと嫌がるので、痛がると思いますので、ゆっくり開けてあげるということになってて、ここのひっくり返したところにまたジップがあるんですね。でこれに連結させていくというのがまずジップインジップのスタイルになっておりますので、まずは引っ付けていきましょう。この外ではないですよ、この外側ではなくて、普通のジップの方じゃなくて、この中のジップの方ね、この中のジップの方に引っ付けていくと。よし、では引っ付けていきましょう。そしてさらにはですね、この首のところですね、首のところの紐とここのボタンをがっちり連結させていくんですね。そしたら紐でもひっついてるし、ボタンでもひっついたら取れませんでいうことになっているので、それがいいんですよ言いながらつけていくということですよね。そして袖口なんかもですね、ここつけるとこあるんですよね。だからここにしっかり通していくと。でこうやって通してあげるとどういうことが起きるかというとですね、脱いだ時にこの袖の中がクチュクチュにならないんですね、しっかりここでひっついてるから。で同様に逆の方もやってあげると、これがジップインジップシステムですね。一応フリースは L サイズで、このマウンテンジャケットは M なんで、多少サイズが違うくても全然ジップとしては問題ないし、サイズ感もそんなに問題ないですね。ただあまりにも S サイズと XL とかにしちゃうとちょっと問題あるかなと思うんですが、まあ、こんな感じでジップインジップで中はしっかり通りました。これを同じくこっちのダウンの方でもやりたいなと思います。これもちゃんとね正規のやつなんでしっかり全部合うと思いますが、じゃあ高速でいきましょう。はい、出来上がりました。袖もしっかりついてるから、ここでしっかり止まってるし、中もジップで連結させてるし、首元もちゃんと止まってるし、こっちも止まってるって感じですね。これが正規のあの合法でひっつくタイプのやつですね。では次は合法じゃなくて非合法の方行きましょうか。マウンテンジャケットにデナリですね。これはフリースなんですけど、これジップインジップする用としては作られてないんですけど、ただジップだけが噛むんですよね。だからあの合うんですよ。だから一応非合法ということで、まあ、許可は取ってないけどもこっそり営業してますよという感じですよね。なのでガサ入れが入る前にしっかり連結させていこうということで、はい、していきます。でこんな感じでね、もしサイズが違うかったらこの途中で止まるんですよ。だからまあそれはそれで別に問題ないというか、これ同じ M なんですけどね、デナリ M でマウンテンジャケット M やけど、あのそもそもデナリがちっちゃいので、こうやってあのジップが余ってるんですね。こっちも同様に同じですね、ジップが余ってますね。
ほんでですね、非合法でもええやんって思いはる方いらっしゃると思うんですけど、やっぱり袖口とかが止まってないので、こうやって中で迷路状態になってますね。クシュクシュなってるんで、むしろ逆に鬱陶しいっていう感じですよね。鬱陶しいっていう状態ですよねっていうのが出なりですね。ほんでジップインジップ用に作られてへんから、このジップね、後ろ向いちゃってるんですよね。だからめっちゃ取りにくい。でもジップインジップ用やったらしっかり前まで回ってくるんですよ、ジップが。ではヌプシいきますね。ヌプシも同じくジップだけは合うんですよね。こんな感じでね、なんかこれ見たらもうマウンテンダウンジャケットみたいになってるな。これ中にヌップし入れてる状態ですけどね。ただやっぱ袖口がもう合ってないからクシュクシュになってるんですよね、中で。これがまず、非合法のジップと合法のジップインジップの違いですね。ちなみにヌプシは XL なんですよ。でマウンテンジャケットが M やから、マウンテンジャケットの方がもういっぱいいっぱいまでて、ヌプシの方が若干余ってるんですけど、まあ別にこれは特に問題ないっちゃ問題ないと思います。見た目がちょっと変って思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、これ拡大してるから変に見えるだけで、引きで見たらそんなにわからへんというね。では次は、戻します。どうぞ。ではですね、次はいよいよノースフェイスの店員さんに電話して聞きたいなと思います。ではそちらをどうぞ。はい、ではですね、ジップインジップをどう思ってるか、聞いてみたいなと思います。とある店舗に電話しますね。ちゃんと対応してくれそうな店舗っていうのがあるので、そこに電話します。お電話ありがとうございます。ノースフェイス店です。あ、すみません、ちょっとお伺いしたいんですけども。はい。今自分マウンテンジャケットっていうジャケット持ってるんですけど。はい。これってなんかジップインジップシステムってできるじゃないですか。はい。で一応ジップインジップシステムするためのなんかフリースと、はい、ダウンは持ってるんですけど。はい。これ正直連結させて意味ってあんまあるんですかね。意味としては、はい、着脱するときとかに、うん、まあ、その言ったらこう一枚もの、そのアウターを、まあ、より強化といいますか、はい、カスタム的な意味があって連結っていうのと、はい、で基本的にこうよく体温調節する方とかで、はい、こう目利きされる方とかであれば本来つける必要のないものであったりするんですけども。なるほどなるほどなるほど。例えば比較的気温が寒い地域とかに行ったりとか、はい、そういう時とかって基本的に体温調節する必要がないような状態とかであれば、はいはい、そうなると例えばそのごっついそれを取り付けることによって中の肌着とかを薄くして、うんうんうん、例えばこう建物の中に入った時だけ薄着で入れたりとか、はいはいはい、なった時にジップをつける、ジップにジップすることによって、はい、まあ、要はその服とかをこう2つ脱いだり、服2枚脱いだら2枚ともその場に置かなきゃいけないところを1枚にくっつけれることによって、あ、コンパクトに収納できたりとか、はい、持ち運びもしやすいという。そうなんです。そういったメリットを兼ね備えて、そういう多分アイテムとしてリリースしております。うんうんうん、僕ね、大阪に住んでるんでそんな極寒地って感じではないんですけど、はい、はいはいはい、それやったらあんまり正直ジップインジップってあんま使うことないじゃないんですかね。あ、そうです。僕も実際そのマウンテンジャケットを着用してるんですけど、はいはいはい、ジップインジップしたことは一回もないです、僕。ないんですね、やっぱり。はい、なんか聞いた話ではね、はい、なんかヌプシとかでもできるとか、はい、なんかデナリとかでもできるとかって聞いたんですけど、フリース。あ、フリースですか。はい、実はジップインジップできるのにサイズっていうのが決まってて、はい、そのマウンテンジャケットのその年代にもよるんですけど、だいたいマウンテンジャケットは YKK ジップの5号サイズのジップなんですよ。あ、はいはいはい、今まさに手元にあります。あ、あります、はい、ジップの裏側を見ていただくと、はい、下の方に 5VS って書いてあると思うんですけど、はい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 、書いてますか。ジップの下の方に 5VS、 あ、ほんまや、書いてある、はい、書いてますよね。はい、それはその 5V っていうのは5号サイズっていう意味で、はいはいはい、そのジップのサイズを表してる数字なんですよ。あ、なるほどなるほど。そうなんです。なので、まあ、その例えばそのデナリジャケットとかは、はい、ちょっと今確認してみていいですか。多分サイズが違うんじゃないかなと思って。あ、でも要はあれですよね、この後ろのその数字が一緒やったらハマるってことですか、はい、ジップ自体は。そうなんですよ、5号ジップであれば YKK のはいハマるんですよ。ああ、なるほどなるほど。そうなんですよ。ああ、でもこの確かに見た感じ、うん、ちょっと待ってくださいね。はい、デナリジャケットもハマりますね、これ今見たら。ハマるんや、やっぱりハマりますね。5号ジップでした。え、ほんならじゃあこれ極端な話、 YKK の
はい、あれだけ合ってればジップがはまるってことですね。要はそうですね、ジップは噛みます。であとは首元とか手首のそのストラップみたいな、はい、あのボタンのやつがないっていうだけですよね、はい、言ったら。あ、そうですそうですそうです。でも結局ボタンのやつがなかったら袖クシュクシュなりますよね。なりますね。だったらジップインジップとは言わないですよね、言うたら。連結してるだけっていう。あの、そうですね、本当にそうおっしゃったと思います。ちなみにこれって逆にその使う人っていうのは、はい、どういう人が使う感じですか。まあ要は、うん、僕もそこを時々考える時あるんですけど、はい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 、つけられる方って多分ね、なんかこうもう便利やんってこう率直にこう思うような人とかであったり。ああ、なるほどなるほど。そう、あ、二枚を一枚にくっつけるのいいじゃないのみたいな感じの思う方とかはつけてるのかな。例えばその服、はいはい、とかウェアの着こなしに対して自分で体温調節とかをすごい意識されてる方からしたら、あ、なるほどなるほど、ちょっと鬱陶しいなって。多分これシステムなんですよ。はい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 。なんでそうで、多分お客様とかは多分しっかり、はい、多分レイヤードとかしっかり体温調節とか考えられてる方だなって今お話聞いてて思って。ああ、なるほどなるほど。はい、ってことは、まあ、要はこのマンジャケとかで一着でなんとかいろいろ工夫したいっていう方にはどっちかというと10分10分進めれるかもしれないですよね。あ、そうですね、はい。でいっぱい洋服持ってはったりとかいろいろ自分で考えれる人とかやったらあんまいらんかもしれんって感じですよね。あ、そうですそうです。ああ、わかりました、了解です。やっと謎が解けました。いや、本当ですか。はい、ありがとうございます。すいません、丁寧に教えていただいてありがとうございます。いえいえいえ、とんでもないです。すいません、またなんかわからんことあったらあの連絡させてもらいますんでよろしくお願いします。かしこまりました、ご丁寧にありがとうございます。はい、すいません、おります。はい、失礼します。はい、それでは失礼いたします。はい、ということで、まあ、見てもらった通りですね、ノースフェイスの店員さんも、まあ、おっしゃってはったんですけども、まあ、ジップインジップシステムはやっぱ天候とかによっても使う人は使うし使わへん人は使わへんって言ってたし、それ以外にやったら気温調節を自分でできある人とかは必要ないとは思うんですけど、まあ、それがなかなかしにくいっていう方なんかは、まあ、ジップインジップで火付けちゃうっていうのもありだと思いますっていうふうにおっしゃってたみたいに、まあ、その人その人によってやっぱ若干違うので、一概にこれは必要ないとか必要あるとかっていう話じゃなくて、まあ、僕は多分必要ないっていうふうに、まあ、店員さんもおっしゃってはったし、まあ、僕もね聞いてて、あ、いらんなっていう感じだったと思うんですけど、まあ、そんな感じになってるということになってて、まあ、一つね発見があったといえばやっぱジップですよね。ジップ YKK のジップの裏側を見れば規格がわかると。ほんならここの下の数字のとこに5って書いてたらひっつくんやでっていう話を初めて聞いて、あ、そういうことやってんやというのが分かったんで、今実はですねこの今着てるフリース、スリープテックなんとかフリースっていうやつもですね、実はこの品番を見たら YKK の5号の品番になってるんですね。だからこれもガッチャンコひっつけれるような感じになってるので、ただねジップだけを連結させたいっていう方なんかはこの YKK のジップの大きさを見ればひっつくかなというふうに思いますし、いや、ちゃんとジップインジップシステムを使いたいっていう方なんかはこういったあの正規でノースフェイスが出してるやつとかを買えばジップインジップシステムできるということになってますので、まあ、今回の動画でいろいろ僕は分かったなというふうに思います。まあ、ちなみにですねジャケット自体はこちらのマウンテンジャケットだけではなくてマウンテンライトジャケット、そしてスクープジャケットのこの3つであればあのひっついたり離したりできるということになっているので、皆さんご自由にあのひっついて離したりしてもらったらいいかなというふうに思います。ということになってます。本日はですねノースフェイスのジップインジップシステムについてお話ししてみたいという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。